続きでございます。本日はそう築地魚河岸、本当ね、我々の中ではものすごく大事な調達という部分のね動画を今日撮ればなと思っていて、まあ実際に僕もね築地に、僕がいつも魚買い付けに来ているんですね。なのでその模様というか、まあ当たり前な話すぎてあれなんですけど、ちょっとコメントとかね、もしかしたらあんまり普通に今仕事できてるんで、パパパって買い物してちょっとやり取りを見てもらったりだとか、ここね場外の今場外のこの築地魚河岸っていうのがね、何年前なんだろう、ここ2年前ぐらいかなできてですね、でこの中に入ってるダイナカさんっていうところはね、私も取引させてもらってて、でそこの店長さん仲いいんで、ちょっとそこにまず一回今から行って、でそれから場内に行って、まあ、ぐるぐるっとやっちゃば、魚屋さんと八百屋さんと回ってこようかなと思ってます。まあ、ぜひね、あの今日も最後まで動画の方よろしくお願いします。まあいい天気なんでね、とりあえず行ってきます。ゴー。Thank you.
じゃあ、八百屋さんの方行きます
まあね、折り見ね。というわけでね、今日はね、築地市場で買い付けようという動画になってるんです。楽しかったかな、この動画。ちょっと疲れました。もうね、本当僕は独立してから、今やろ6年ぐらいなんですけど、最初の1年、2年、3年目ぐらい、毎日ね、一人で築地に来て、ぐるぐる回ってね、たくさんの方々と仲良くさせてもらって、もう時には怒ったりもね、たくさんしたんですけれども、まあそういう風な形でね、いいお取引様に可愛がっていただけて、まあ、今日があるので、まあ、これからもね、美味しいものをしっかりと買い付けをして、たくさんのお客様に届けるということがね、僕たち飲食の人間の本質ですから、まあ、これからもよろしくお願いします。というわけで、寿司屋で一杯やってきます。じゃあねー。